アウグステフォン・ヘッセン・カッセルは、イギリス王族、ケンブリッジ公、アドルーファスの日。英語名オーガスタ・オブ・ヘス・カッセル。アウグステは、ヘッセン・カッセルルン・ホーハークフリードリヒト、日、カロリーネ・ポリクセルフホンナス・サウージンゲンの末娘として、カッセルのルンペンハイム宮殿で生まれた。1818 18年5月7日、21歳のアウグステは、カッセルでまたいとこにあたる43歳の、 ケンブリッジ公アドルファスと結婚した。同年から1837年まで、ケンブリッジ公は、ハノーファー王国の副王に任命されたため、夫妻は、ハノーファーへ移り住んだ。アドルファスの命にあたるビクトリアが即位した際、サリカ法を取るハノーファー王国は、同君連合を解消し、アドルファスの2ーカンバーランド公王アーネスト・オーガスタスが、ハノーファー王、エルンスト・アウグストとして即位した。 そのため、夫妻はイギリスへ帰国した。一家は最初級のケンブリッジコテージで暮らしたが、後にセントジェームズ宮殿へ移り住んだ。アウグステとアドルファスの間には三子が生まれた。ありがとうございます。